ラジオネーム水木小次郎さんのメールですアニソンをフルコーラスでかけることで知られるラジオ関西の青春ラジメニアのパーソナリティ岩崎和夫さんって読んでよろしいのかしらあ、そうですね、えー、今年3月のオンエアをもって番組を退くことを元日の放送で発表されました はいはい、番組自体は32年ですがすごいですね32年全身のアニメ「玉手箱」玉手箱から数えると35年の長きにわたりアニソンと関わってこられました、えー、番組自体は継続されるということですが氷川アナウンサーは岩崎さんとは面識ありますでしょうかないです <laughs> また対局の方ですし 番組卒業、どう思われていますかという、聞いたことあるいや、もう何度も聞いてましたけど、最近はちょっと離れてましたね。えっ、ー、と、基本的にはもう、三十何年って言ってましたけど、まあ、始まった当初、アニソンかける番組ってなかったんですよ、ラジオでは。まあね、三十五年前。そうですね、ごくごくたまにですね、非常にマニアックな話なんですが、ABC ヤングリクエストの中にあった、タムタムタイムというコーナーで、青木真治さんという人が、 え、週に一回アニソンをかけていたんですけども、それが僕はもうちょっと楽しみだったんですけれども、まあアニメ好き昔からそうだった。あれだけかける番組っていうのはなかったですからね。非常に画期的な番組。もう今はもう吐いて捨てるほどありますからね、アニソンをかけるって言ったら。はい。だから、あの当時からやってて、まあ固定客がずっとついてたんで、うん。ちょっと残念ですね、これは。はい。まあ仕方がない部分もありますけどもね、年齢的なこととかね。はい。